手の章用三照系の脈機を受けて内眼角におごり、閣角、耳の後ろ、頭をめぐり、三照系に交わり、大鎖骨上下に入る耳の後ろより分かれた死脈は耳の中に入り、前に出て、外眼角に至る内眼角より分かれた死脈は大下へ下り、三照系に合し、目の下から首を下り、大鎖骨上下で合流して、 胸中にいたり横隔膜を貫き肝をまとい単に属するさらに側腹部をめぐり鼠径部に出て陰毛をめぐるまたし脈は大鎖骨上下より液下に下り記録部を下るし脈と五関節で合流するそこから大腿外側室外側飛骨の前を下って飛骨下端にいたり外下の前に出て 側肺をめぐり、足の第四肢外側端に終わる。側肺で分かれた死脈は、足の第一肢胆に至り、足の血因関係につながる。